で柔道一直線についてはそういうことなんですけれども、もう一つ柔道一直線についてまあ、これは少年キングの漫画だったわけですけれども、その漫画の方の柔道一直線というのも、まあ、ちょっと触れておきたいと思うのですが、1966年というとオバキューとオバキュー音頭が売れに売れまくって、まあ、オバキュー音頭が200万枚も売れて、まあ、同時にウルトラ級から始まる怪獣ブームで、これがまあ、これが爆売れで、その勢いに乗じて新書版のサンコミックとシリーズを私を立ち上げたわけです。当時はまだ漫画っていうのはまだ市民権を得られないんで、まあ、ほとんどが読み捨てされる時代だったんですけれども、その中でもやっぱり優れた作品を新書版に出して、まあ、いつまでも読み継がれ、また本棚にも飾っておけるようなそういった充実した内容の漫画のシリーズを出そうという、そういうコンセプトで私がサンコミックスという新書版の漫画のシリーズを立ち上げたわけです。まあ、それサンコミックというのは今でも熱烈な、まあ、不安がいるわけですけれども、特にマンダラ家の編集部の編集長がそのサンコミックの熱狂的な不安で、まあ、こんなこれちょっと帯が破けてなくなってしまったんですけれども、こういう豪華本まで彼は作ってくれたわけです。で、まあ、こんな新書版のコミックだけでこんな本を作ってくれるなんていうことは、まあ、非常に、まあ、立ち上げたものとしてはこんな嬉しいことがないわけなんですけれども、まずこの本には、まあ、とんでもないこのようなラインナップがこんな風にとてつもない、こんな風に最初の第1巻目からずっとこんな形でこう出てるわけなんですね。もうこういういかに絵が熱烈な不安であるかということが分かるんじゃないかと思うんですけれども、このシリーズを私が始めまして、まあ、それなりにまあ、確かに読者をつかんでじりじりと売れていったんですけれども、この辺り10何巻目まで来た辺りでもう一発この辺りでドカーンと、まあ、話題になるような作品を出して、一気にサンコミックの、まあ、名前を挙げて有名なシリーズにしたいと思って、何かいい作品がないか、そのバックドカンと打ち上げてに匹敵するような漫画がないかと思って探していた時、まあ、探し当てたのがこの漫画家残酷物語だったんですね。でこれはそれまでの漫画と違って、これは貸し本のデカというトップ社のデカというものに連載されたシリーズで、長嶋慎二という漫画家が書いた若者の青春の、まあ、細やかな心情というか、まあ、繊細な、まあ、日々、繊細な若者の日々というか、そういうようなことを作品を書いた作品なんですけれども、まあ、非常に貸し本漫画では根強い人気があって、特に漫画家志望の若者にはもう熱烈な、まあ、信奉者がいるほどの漫画だったんですけれども、ただこの漫画を出すかどうかについて私も迷いがあって、まあ、小学館とか公文社とか講談社の、まあ、編集長なんかに
参考意見聞いてみると、まあこんなのはあの漫画ではないという人が多かったんですね。でまあこんなのは売れないだろうというそういう意見が圧倒的で、まあ某編集長なんか本当にあの今でも覚えてるんだけど、こんな年寄りが縁側で日向ぼっこするような漫画はこんなこれはまあとんでもない漫画だみたいな、そういうことを言う人もいたわけですね。しかし私はなんかこう売れそうな、なんとかしたら売れそうな可能性のある作品だと思って、でまあとにかくあの、ま、原稿をまとめまして、で本ができたんで、あのとりあえずあの当時あの朝日の裏にあの新聞記者のたまり場があったんですね。そこで週刊朝日の新聞記者にあのこのあの漫画家残酷物語を見せて、それとあのこれを売り出すための素材として、あの当時あの五木ひろゆきという作家があのあのサロバモスクワグレンタイなんか書いて、まあ超売れっ子のあのまあ超人気のあの作家にまあデビューしてきたとこなんで、それで話題性もあったんで、そのまあ五木ひろゆきを探して彼にあの後書きを書かせたんですね。それでまあそこのあの桃屋という喫茶店だったんですけど、そこであの記者たちにとにかくあの五木ひろゆきの原稿っていうのはどこの出版社もまあ講談社が完全にあの囲っていて、所在がつかめないで原稿を頼めないんだけれども、とにかくその五木ひろゆきから原稿を取った、それがこの漫画に載っているんだみたいな宣伝文句に売り込んで、さらにあの漫画家残酷のその青春物語がまあ非常に素晴らしい漫画なんだということをとうとうとまくし立てて、まあ、売り込んで、それがあの翌々週、まあ、週刊朝日に4ページにわたって載ったわけです。それであの、週刊朝日っていうのはまあ近々廃刊になるらしいんですけれども、当時はあの150万部を誇る、まあ、ナンバーワンの週刊誌だったんで、そこで大々的に取り上げられたんで、まあ、ちょっとした話題になり、その後もあちこちで話題になって、まあ、そうしてるうちにあの新宿の風天なんていうのは、これはあの新しい、まああのまあ、風俗みたいなことで大きな話題になって、その風天たちの、まあまあ、バイブルにも、まあ、なるという、そういうことで、まあ、これは大変に売れたわけなんです。まあそれはそれとしていいんですけれども、の少年っていうの編集長がこれを見て、あのまあその少し前から少年キングとは付き合いが始まったんですけど、ベタ惚れしちゃったんですね。まあ惚れすぎたという。で彼はもうとにかく、まあ、惚れて惚れまくって、その長嶋慎二と梶原一騎を組ませて今流行りのスポコン漫画をやらせるという、これは素晴らしいだろうみたいなことを、まあ、私に言うんですね。まあ彼はしかし、まあ、長嶋慎二を、まあ、制作しながらずっと付き合ってて、この人はちょっとあの週刊誌には向かないし、しかもあのスポコンはちょっとどう考えても無理だなと思ったんですよね。まあそういうことはまあ率直に言って、これあのとにかく梶原一騎とは組まないし、なおかつあの週刊誌のペースには絶対合いませんよって、もう力説したんです。とにかく彼はそういうあの繊細な漫画家で、とてももうね、力でガガッと週刊誌を描いていくような漫画家ではないし、まあ梶原一騎はあの熱血者だし、彼はあの繊細なあの心情の持ち主だった。まあその辺も合わないし、どうやっても合わないんだけど、そのまあ編集長はこの長嶋慎二にベタ惚れだったんで始めちゃったんですね。で
あの柔道一直線が始まったわけなんですけど、見てて、まあ、あの漫画家さん広告書いた後、長嶋真嗣っていうのは一時期あの虫プロでジャングル大帝の演出なんかやってて、まあ、それで漫画もちょっと流れも良くなったし、ちょっと大衆性が出てきたかなという感じはしてたんですけど、どうしてもどう考えてもやっぱりちょっと無理だなという感じはしてたんですけれども、まあしばらくして私は少年画報社に、まあ、移って、それで少年キングの編集部のデスクを務めることになって、5本ぐらい漫画を、まあ、統括することになって、まあ、柔道一直線もその中の一本で、まあ、担当することになったんですけれども、やっぱりあのついにあのやっぱりあの週刊誌の過酷さに耐えられなくなったんですね、長嶋真嗣が。あのそうですよね、あの同人誌みたいに書いてた、ね、自分の気に入った作品だけ書いてたのが、あの柔道一直線ですか、ね、熱血あのスポコンもんですからね。それであの長嶋真嗣はもうそれでも、まあ、努力してやったんだけど、どうしてもダメで、何としてもダメなんですよね。で、まあ、内京として、まあ、あの編集長と、それから、まあ、TBS にもいろいろ世話になってるんで、 TBS とあの話したら、会社側はあの柔道一直線をまとめた単行本が売れてるんで、とにかく何が何でも続ける、場合によってはその漫画家を描いても続けろみたいな会社の意向で、 TBS でもなんか、まあ、メディアミックスではないですけれども、まあ、ちょっと雑誌週刊誌の連載が終わるっていうのは、まあ、困る、できたらできることなら続けてくれみたいなことで言われて、まあ、まあ、私自身の性格から言うと大体こういう場合大体打ち切ってたんですけれども、この柔道一直線だけはどうしてももうあのそのそういうなんやかんやで、まあタイミングが悪かったのか、もう打ち切ることができなくて、まあずるずると漫画家を斎藤譲るという漫画家に躊躇切り替えて続けたという、まあまあ漫画家漫画道を歩いてきた中で唯一こうなんかもう釈然としないっていうか、ブスブスと、まあ、公開の念がいぶってる漫画というか、まあそういうのがあの、まあ、柔道一直線の漫画です。まあけどあの、まあ、柔道一直線の長嶋の書いていた当時の漫画も、まあ、長嶋の漫画もまあそう悪くはないと思います。あのとにかくあの梶原一騎の原作っていうのはあの早くて48時間前、遅いと24時間前ぐらいにできてて、それから20ページの漫画書くんですからね、もう相当力量のある漫画でもそれについていくっていうことは大変なことで、まあ長嶋も頑張りましたけれども、とうとう、まあ、パンクして、まあ、大作を立てても、まあ、やらざるを得なかったという、まあ、ちょっと自分としては、まあ、不本意な漫画家があの柔道一直線ということになります。